ファイブラ三共中の芸人、どうも鈴木のけです。本日はですね、このコロナ禍海外でなぜ日本に戻らないのか、そういった旅人の思考をご説明したいと思います。日本でも今ちょこちょこと話聞きますよね。この海外外国の観光客の方が日本に取り残されちゃって戻れてない、戻っていない、そういった旅行者の思考だったりを一緒に考察してもらえれば幸いです。まず僕がいる今のこの状況、場所などを改めておさらいご説明しますと、今南インドのケララ州、このインド半島の先端西側の方ですねにいるんですけれども、一応今撮ってるのがこの6月の18日なんですけれども、先月の5月終わりで一応このロックダウンは解除という形になりました。それに伴って5月の25日国内の移動も可能になりました。鉄道だったりバスだったりが再開されて、合わせてこの国内便、飛行機も飛ぶようになったんですね。でこの3月、4月、5月、このロックダウン中も一応臨時便は飛んでたんです、日本に向けての、デリーだったりムンバイだったりそういった大都市からなんですけれども、で、国内便がこのケララ州、僕がいると高知というところなんですけれども、飛ぶようになったことによって国内便でデリーまで飛んで、そこから日本に戻る、そういう接続が可能になったので、実質この5月の終わりから、臨時便に乗ったら日本に戻ることが可能になったわけです。それでもなぜ僕は旅人はまだインドから日本に戻ろうとしてないのか、その理由は2つぐらいまずあります。1つ、臨時便は非常に高いです。インドに来られたことある方ならわかるかもしれないですけれども、だいたい日本からまずバンコクかシンガポール、クアラルンプール、マレーシアですね。でそこまで1万5000円ぐらいでだいたい行けます。で、そこからこのインドの方にまた1万5000円ぐらいで行けるんですね。なのでトータル片道約3万円、ちょっと値段が上がってる時期でも4万5万ぐらいで LCC 使えば行けるわけです。それがこの臨時便だと、まず国内線で高知からデリー空港、大体5000円から1万円ぐらい、そこからデリーから日本への便が大体8万円ぐらい、そういうふうに聞いてます。でその空港で接続などの場合、当然今感染リスクがあるので空港待機はダメっていう情報も聞いてるんですね。なので宿を取ってくれと、もちろん宿を取ってくれと言っても空港から離れたところをホテル取らせてくれるわけないので、空港に直結のホテルのみ、そういうのもやっぱ高いですよね。そこでさらにプラス1万だったり、トータル約10万円コースぐらいなんですね。10万円だったらっていうのも思うんですけど、思ってたんですけれども、これがまた運が悪いことにですね、インドは今感染者数、ロックダウンこんだけ厳重にやってたのに感染者数バンバン増えてるんですね。増えてる数字で言ったら1万人ぐらいずつ増えてるらしいです日々で。やっぱり普通のね感覚だったら、もう本当その感染リスク怖いからすぐにバッて帰りたいと思うかもしれないんですけれども、その感染者数が増えたことによって臨時便もソーシャルディスタンスで座席開けなきゃいけないから値段もさらに上がっちゃって、なのでその金額的な面のなんかハードルというか、というストレスがまず一つ、もう一つこっちの方が大きいと思うんですが、この臨時便に乗るの手続きが非常に複雑で面倒くさいんですね。まずこのホームページで普通にそのチケットは取れないんです。電話オンリーです。JAL だったり ANA だったり臨時便、まず窓口のお姉さんに電話して、そういうふうに取って、でその日本大使館、在インド日本大使館に連絡してこの何日の臨時便に乗ります、そういうことを報告しなきゃいけません。でそこのじゃあ空港に行くまでの移動の手段などを教えてくださいなど言って、移動許可証などが必要だっていうことも聞いてます。他にもちょこちょこと面倒くさい報告だとするのがあるわけですね。それも人によるとは思うんですけれども、やっぱそういった手続きってもちろん結構面倒ですし、結構心理的ハードル上がるじゃないですか。で、やっぱりこれもインドあるある、僕もいろんなところを旅してて、インドって国もなかなか分かっているつもりも少しあるんで、ので情報の確認違いとか絶対あると思うんで、そういったごちゃごちゃの心理的ストレス、そういったところは結構ハードルになってるっていうのはあります。とはいえ毎日1万人ずつ増えてる海外の国で、普通の人の感覚なら、いやもうこれはもう感染リスク怖い、新型コロナ怖いからもうお金なんかどうでもいい、面倒の手続きやるやるって言ってさっと帰るって人ももちろんいると思うんですよ、普通の感覚だったらですね。ただそこを自分の中でちょっと掘り下げた時に、普通の感覚とちょっとずれてるのかなと、
その普通の感覚、コロナ、新型コロナっていうものを捉えている感覚がずれてるのかなっていうふうにちょっと思ったわけです。そのまあ、僕の動画を少し見ていただいている方ならちょっとわかるかもですけれども、僕はもちろんというか、まあ、もちろんアンチ新型コロナウイルス、アンチロックダウン、アンチ緊急事態宣言ですよ。まあそういったね、意見はいろいろあって、結構日本でも意見はパカッと分かれてるかもしれないんですけれども、まあどう考えてもこのコロナ騒動、コロナ禍はちょっとおかしい、異常だなっていうのが、まあ僕の意見、考え方です。もうさすがに数字も出揃ってきて、まあ風邪、インフルエンザだったり、そのこと言ったらもっともっと他のね、お餅詰まらせたよりとかいう話もありますけれども、普通の疾患よりも明らかに感染率、致死率もすごく低いのに、にもかかわらずこんなに世界中の人々の動きをバチッと止める必要あるって、めちゃくちゃリスクを負って経済止めてまでって、これはさすがにちょっともうおかしいだろうとね、日本だったらまあテレビつけたらワイドショーとか怖い怖いと煽るような、その状況はどう考えてもおかしいなっていうのが、普通の感覚だったらそうなんじゃないかなっていうのが僕の普通の感覚なんですよ、うん。まあ、インド今死者が3万人ぐらい出てるらしいんですけれど、インドの人口13億5千万人います。3万割る13億5千万人、これ試しにやってみたんですけれど、そうしたら数字で出てきたのは 0.000 何パーセントなんですよ。致死率 0.000 何パーセントでここまでやる必要って何みたいな、さすがにちょっとね、こんだけバチッとなんか止めたい理由があるんだろうなって、このバチッと止めてる間なんか裏でこちょこちょやってんじゃないかなっていうような、なんかそこまで勘ぐっちゃいますよね。まあそこの真実は、ね、置いといたとしても、まあ少なくとも僕たちのこのね、生活、日常生活、経済活動直結してるわけですから、ゆえにね、この結論の一つとして僕は普通に日本に戻りたいっていうのがあります。絶対このコロナ禍のこの対応はやりすぎだと思うので、もういちいち移動許可書取って大使館だったりなんか連絡して、すいません帰らせてくださいっていうのは、やっぱりね、本当自分は心の中でちょっと 5% ぐらい尺だなっていうのがなんかあるんですね。もちろん普通に帰りたいっていうのは、もう世界は普通じゃないっていうのを理解してますよ。僕がね、日本から今回海外に出てきた時はもうオールドワールド、今ニューワールドが始まってます。それでももう金額は最悪二の次で多少高くてもいい、こういう状況だから、ただ普通にスマホかパソコンでチケット取って、そんな移動許可書お願いしますとか言って普通に帰りたい、もうただそれだけ。もうそれが僕の唯一のささやかなこの新型コロナウイルス化騒動の抵抗です。正直結構めちゃくちゃしんどいですよ。やはり僕は外国人なので、この宿の一歩外に出たら今でもコロナコロナって言ってくる人もいますし、こうすれ違う時に、まあ、本人はわざとではないと思うんですけれども、こう口を手で覆ったりとか布で覆ったりとか、まあ、そういった差別的なものをこうグッと食らったりすると、それはやっぱり精神的にはしんどいですし、ぐさっときますよね。日本人なのでそういったことを経験してきたことはないので、まさに今いるここの場所はもう精神と時の部屋、精神の修行だと思います。今だったら日本の方が楽だし安全だっていうのももちろんわかります。それでもやっぱりそんなしんどい目にあっても新型コロナウイルスにはまあ感謝ですね。まあ一番の感謝はやはりこういった自分のやりたいことにしっかり向き合えたこと、そのやりたいことというのはこの YouTube、まあ、こうやって皆さんとカメラの前でつながれたこと、まさにこの新型コロナっていうのはギフト、そのギフト時間というものはやっぱり感謝してますね。本当に日本に戻っていた世界線、インドに残っている世界線、本当にどこでこのコロナ禍にあったか、それによっても全然変わってくると思うんですよね。まあ、僕の場合はこう国から離れた、もう一人で違って異国の地でこのコロナ禍っていうものを味わって食らってますけれども、まあ、大体の人は祖国母国で家族や友人恋人と一緒にこのコロナ禍、コロナ騒動をこうなんとか乗り切ってると思うんですけれども、まあ、この3ヶ月ぐらいのロックダウン期間を経て、もうそろそろね、だいぶ緩んできてますけれども、一番やっと最近ちょっと感じた、覚えた、学んだのは、やっぱりこの恐怖や不安に打ち勝つのはやっぱり愛だなと、まあ、愛だなっていうのは臭いような感じですけれども、まあ、今絶対世界中にね、今見てる皆さんもどっちかって言ったら恐怖や不安寄りの思考の方が絶対大きいと思うんですよ。まあ、実際そういったニュースの方が多いですし、先がわからないので、ただやっぱりそれを打ち消す方法っていうのはどうしたらいいものかなっていうことを考えた時に、やっぱりその時にその愛というもの、
まあ愛って言ったら本当になんか分かりづらい言葉ですけれども、まあ、思いやりだったり、まあ、ちょっとした気遣いだったりとか、まあ、こう手と手を携えてっていうようなことですよね。もう本当にそれに尽きる、うん、ただそういった愛情ってものがやっぱり心の中にあればやっぱりそういった不安っていうのがだんだんスーッと薄くなってきますし、そういったものを僕はこの3ヶ月ぐらいで学びました。まあやっぱり本当にベタというか昔から言われてることですけど、やっぱりまあ人間は愛です、愛が必要です。だから皆さんも一緒にこの愛情をね、少しでも他の人たちの思いやりだったりでシェアしてどんどん広めていきましょう、うん。まあ、そういった今回のコロナ禍騒動で皆さんが味わったこと、学んだこと、僕も含め成長した部分は今後のアフターコロナワールド、まあ、ニューノーマルと言われるこのワールドでまあ示されていくと思うので、まあ本当に近々帰国もなんだかんだ近いと思います。そんな予感はしています。やることもないですし、取れたこともないです。まあその時は、まあ、鈴木の K ある旅と日常日本編がスタートするのかわからないですけれども、まあ、またその時はその時ということで、そういったところで皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。